マガジンチャンネルあっ <laughs> えとぼけないでさっきのは脅迫でしょ脅迫さっきの私が出てたドラマ「夢ない子」の主題歌歌ってたじゃないのえここまで絶対にバレないようにやってきたつもりだったのに何が目的なの北沢ん あ、あの、一体何の話を。だから小学校の時、同じクラスだったからって、私があの、大貫あやめだって、ばらそうとしてるんでしょお、大貫あやめな、うん、あ小学校の時、一緒のクラスだった。 子役の大すげえその顔その顔マジで昨日の夢ない子のマユそっくり当たり前じゃないだって本人だもん当時の大人気ドラマにヒロインのライバル役として出演し天才子役として世に広く知れ渡ったクラスメイト彼女の存在にクラス中が大にぎわいだったしかしそんな中 ドラマ「夢ない子」の主演で国民的人気の子役芦山愛美さんが芸能活動を休止すると所属事務所から発表がありましたこの時すでに国民的スターだった芦山愛美へのいじめ疑惑大貫さんにさまざまな憶測が飛び交う中その報道が出た頃には彼女は姿を消していた あの大貫やめさんだったんだみんなはクラスに有名人がいるとはしゃいでたけど俺はそのオーラに少しビビってたことをよく覚えてるよお、はああでしょ気づいてなかったのあの曲聴くと負のオーラが蘇ってきちゃってついつい被害妄想やっちゃったわ絶対誰にも言わないで 私のことを覚えてるなら知ってるでしょ大貫めは干されたってあ,あのことが世に出た日から私の生活は一変したんだから学校ではみんなから性格悪い本性を知ってたとか手のひら返されて家にはいたずら電話に張り紙にゴミ投棄それこそ誹謗中傷が止まらなかった急に学校に来なくなったと思ったら そんなひどいことに、自分はクラスに馴染めてなかったから、そこまで。みんなバカよね。クラスメイトの言うことよりも、ゴシップの方を信じちゃうんだもん。だからもう、大抜きあやめは死んだの。<あ>みんなの前から消えてからは、本当に生きた心地しなかったけど、野球に名字を変えて、そして、高校でも誰にも気づかれず。 過去を忘れて生きてこれたの今日まではねごごめん別にでもわかるよ<う>同じっていうのはおこがましいけど過去を捨てたい気持ち俺も同じだからよくわかるだから俺の秘密もバラさないでもらえますか柳生さんの秘密は絶対に守りますから 北沢んの秘密それって何のはっあれほら俺昔めっちゃ太ってたでしょああ確かに確かにそれだけ俺も早とちりしてたってこと秘密を抱えるってこういうことなのかもねとにかくそのことを 俺のことも周りに絶対に秘密にしておいてほしいんだ。どうしよっかな北沢くん、私のことを忘れてたからな。は私は北沢くんのこと覚えてたのに。なあ、ごめんなさい、ごめんなさい。<laughs> 冗談よ、冗談。じゃあ、もしお互いに、秘密が、バレたら、 どっちかが犯人ってことだよねだ大丈夫だ俺は簡単に他人の秘密をバラす人間じゃないそんなの言葉だけじゃ信用ならない決めたわさあ戻りましょうあ,あんまり遅いとみんなに変な目で見られちゃうわは決めた何を2人の秘密を守るための最高の作戦よ <laughs> おはよう、北沢君昨日具合大丈夫だった <laughs> おおはようとりあえず大丈夫だったよ野球さん来てるまだ見てない一体何なんだ作戦って秘密を知ってしまった以上中途半端に意識してしまうと何かボロが出てしまいそうだやはりこれ以上お互いに干渉しない方が得策なのでは うん、<laughs> 今日一緒に帰れるは別に構わないけどやったーな、なんだ今のな、何の作戦おかず作りすぎちゃったから一緒に食べよう。<laughs> 今から一体何が う <laughs> <laughs> らやましいいいな <laughs> 北沢とあやめちゃん昨日から急に仲良くなったよな二人でカラオケから抜けてってよし白鳥くん <laughs> もしかしてなんかあったそそんなな何もただお腹壊しただけねえヤさん ああ、もっやっぱバレちゃったね。北沢くん。えうま人間は誰しもはいもっともっと大なり。小なり <laughs> 秘密を抱えている。嘘だろ、えー。マジで嘘じゃないよ。私たちお付き合いすることになりました。うん、秘密を守るために必要なもの。

学校一の真のイケメンへとなり上がる物語である。ぼ、僕は一体、どうすればいいんだ